今回は、フォートナイト依存症チェック。ということで今から紹介する依存症チェックに皆さんはいくつ当てはまっているでしょうか？ゴリラと聞いて赤色を思い浮かんだ人は重症。それではオープニングどうぞ。僕の名前エキスパイリーだー。チャンネル登録してください。一番最初は、プレイ時間、スイッチやプレステのプレイ記録を見たらフォートナイトを一番長い時間遊んでいること。これはまだ依存症というには早いですね。デス型のゲームのプレイ時間数十時間に対してフォートナイトだけ1000時間超えていたら、やばいです。やばいですか。他のゲームを遊んでいても脳裏にフォトナが浮かび結局フォトナをする。他のことに心を動かされず、ひたすら一つのことに気持ちを集中させることができる。一意専心を持っているいい人ですね。ただの依存症です。次は、LINE。LINE。共有から LINE を開いて3番目の人はフォトナ依存症なのでこの動画を送りつけましょう。TikTok でよく見るシェア稼ぎやめてください。皆さんよく一緒にフォトナをする人の LINE の履歴を見てみてください。こんな感じになっていませんか？フォトナしよう。OK。フォトナやろ。OK。フォやろ。OK。やろ。け。あ。あ。といった感じにやりとりがフォトナの誘いだけになっていませんか？この人から LINE が来たらフォトナの誘い確定だから最終的にあやスタンプ1個だけで伝わるようになりますね。僕は一緒にフォトナする人いないからその気持ちわからないけどね。フォトナはソロでも遊べるからね。次は、チャンネル登録してる人がフォトナ実況者だけ。これ私だわ。学校でフォトナの話をして、家に帰ってフォートナイトで遊んで、休憩がてらフォートナイトの動画を見て、またフォートナイトをする。フォトナで義務教育学んでそう。アニメやドラマやスポーツ等を一切見ないでフォトナの動画を見ていると、世の中の流行りについていけなくなってしまいます。フォトナを知らない人と喋るときに喋るネタがなくて困っちゃうね。この生活が数ヶ月なら全然問題ないのですが、1年2年してくるとガチで世間で流行っているものがわからなくなります。かっこいい。はい。OMG。そういうオンラインゲーム用語をクラスラインとかで言うとなんやこいつって思われる可能性があるので気をつけましょう。次は、親のクレカで V-BUCKS 購入。これをやったら親がブチギレますね。現実として親のクレカで数百万円、数千万円課金をしとんでもないことになっている家庭があります。橋の下生活開始。とはいえ子供はお金の価値観をあまりわかっていない可能性があるので、オールマイトのスキンを買うには、地獄のコンビニアルバイト2時間分です。お客さんに理不尽にキレられたり、先輩に彼女の自慢をされたり地獄の2時間を耐え切ってやっとオールマイトを買うことができるのです。レジ君さんお金ください、かっこ切実。次は、コンピューター室でフォートナイトをする。末期です。とはいえコンピューター室でフォートナイトをやろうとしたらフォトナをインストールしないといけないので、フォトナをすることは非常に難しいですが、ブラウザ上で遊べる 1V1 ロールで遊んでいる人は結構いるのではないでしょうか？フォートナイトがダウンタイムの時これで遊んでました。フォートナイト依存症チェックの続きをやっていきましょう。そうしましょう。次は、足音。最近サウンドエフェクトに頼りまくって足音あまり聞いてないや。現実世界でも足音を聞き、後ろに敵が二人いるとか考えながら生活をしていたら重症患者です。命が狙われているなら仕方がないです。ですがそんな生活をしていると学校で騒がしいクラスがあったらどのクラスか音だけで特定できるようになるかも。特定したところで勘。次は、カラスを観察する。バードウォッチングいいと思いますが。カラスを観察し、金色にならないか待っていたら重症です。それは草、お前草、フォトナでカラス倒したら肉出るけど、カラスの肉って美味しくないでしょ。クジラ肉に近い味みたいですよ。鶏肉食べたことないんでわからないです。次は、現実世界でもライトハンドピーク。現実世界ならレフトハンドピークでもいいでしょ。てかそんなの考えないでよ。
現実世界でドアを開けるときもライトハンドピークを意識してドアを開けたり、エレベーターに乗る際もライトハンドピークの位置に立ったり、日常のあらゆる場面でライトハンドピークをしていたら、もう入院してください。ひょっこりはんっていつもライトハンドピークしてるよね。これはフォトナ依存症で間違いないですね。とはいえ常にライトハンドピークをしていたらいいこともあって、これは僕が地獄のコンビニバイトしてた時の話なんですが、肉まんを取ろうとケースを開けたら、中に溜まってた熱が外に出て僕の顔に熱風が直撃しましたが、ライトハンドピークを意識して開ければ熱風は直撃しないんですよね。そうだね。ということで現実世界でもライトハンドピークが強いということで次行きましょう。そうだね。次は皆さんが重度のフォトナ依存症かチェックするためにクイズを出します。クイズ？あなたの目の前に階段を登っている男性がいました。あなたは今何を思いましたか？何も思わなかったよ。これフォトナ依存症チェックだから、こっちに気がついてないから後ろから倒せそうみたいな感じなのかな。さあどうでしょうか。はい、正解は屋根かけたらフルボックスできるでした。こんなの考えるようになったら終わりだよ。ということで日常生活で常に人をどうしたらフルボックスできるか考えていたらもうおしまいです。勝手に脳内でフルボックスされる男性。次はこちら。このトイレで中に人が入っているとしたらどうしますか？このトイレフォートナイトでU1ボックスだから、壁を張り替えてモンブラールクラシックするとか？悪くない回答ですが、逃げ道が一つだけあるので、壁を一発殴って、こんな感じにボックスを作ればフルボックスできますね。どんだけフルボックスしたいんだよ。ということで以上フォートナ依存症チェックでした。依存症って怖いね。どうやらカナダで息子がフォトナ依存症になったみたいな感じでエピックさんに集団訴訟したみたいです。本当に依存症が問題になっていたんだ。実は僕も昔フォトナ依存症みたいな感じになっていて、家にいる時間は寝ないでフォトナして学校で寝るっていう、この世の終わりみたいな生活をしていた時もありました。それは本当にこの世の終わりだよ。そんな生活をしているとテスト中とかにシールドが割れた音が脳内で流れたり、ポンプでワンパンした時の映像が脳内で流れたりして、集中力が0になります。ポンプがワンパンできなくなったのはフォトナ依存症対策？とはいえフォトナをやりまくってた時期があったおかげで、今フォトナの解説動画を作ってるので結果オーライということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてクリエイターサポート、SERI をよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。フォートナイトなしで1分経ちましたが、もう耐えられません。体がガクガク震え、涙がこみ上げてくる。サーバーがダウンするたびにこれに対処する必要があり、それは私にとって健康的ではありません。サーバーを元に戻してください。この構文ってフォートナ依存症の人が残したメッセージだった？